こんにちは、七色の扉です。今回はダイソー、セリア、ワッツ、キャンドゥでの購入品をご紹介します。最初はワッツさんのガラスキャンドルホルダーです。110円です。チューリップ型のガラスです。とても可愛くて2個買いしました。カラーのついていないクリアなガラスが置く場所によってとても綺麗に映ります。それと、あと一緒に LED キャンドルも購入しました。このキャンドルはゆらゆら揺れる点灯部透明タイプですが、同じシリーズで点滅タイプと吹き消しタイプもあり、これはセリアさんでも購入できます。キャンドルはボタン電池式ですが、とりあえずテスト電池は内蔵されています。キャンドルホルダーのサイズの記載はないですが、LED キャンドルのサイズは高さ 40mm、直径 36mm で、キャンドルホルダーにはちょうど良い大きさです。点灯させてみました。キャンドルホルダーが丸いガラスではなく、チューリップの形をしているので、光を受けると見る角度で見え方が少しずつ変わり、とても綺麗です。キャンドルホルダーはチューリップグッズが置かれている新商品のコーナーか、もしくはお香などが置かれているコーナーにありますので、気になる方は探してみてください。次はレザー風ワイドポーチです。110円です。こちらもチューリップがデザインされたものです。お花のカラーが2色あって、私は赤のチューリップを選びましたが、ピンクもあります。ポーチの下の部分のギンガムチェックのカラーも違い、ピンクの方はグレー系のチェックになります。ファスナーは L 字になっているので、出し入れしやすい便利さがあります。中は生地の端が見えないよう、綺麗に縫製されている点も、100円グッズとは思えないのでお気に入りです。サイズは高さ12センチ、かける幅20センチです。ワイドポーチなので、不織布マスクだと約10枚であれば、ポーチが変形せずに収納できます。ダイヤモンド型のマスクであれば、横入れをするのには無理がありますが、L 字ファスナーなので、斜めにして3枚程度であれば、マスクを折らなくても入ります。マスクに限らず、家庭用の一般的なサイズの電卓や、メモ帳など文具を収納するなど、サイズに合った用途はたくさんあると思います。材質は主にポリウレタンです。チューリップデザインのグッズはまだ他にもいろいろと販売されていますが、お店によっては取り扱いされているものが異なるので、気になる方はお店でチェックしてみてください。次はダイソーさんのグッズで、ロッテ、サシャとのコラボ UV ジェルです。それぞれ110円です。チョコとイチゴの2種類が販売されていて、それぞれデザインも違っています。この斜めに折り重なったものは、本物のチョコを再現したかのようなリアル感があります。それぞれこのようなデザインです。お仕事上、ネイルができない方でも、休日に貼っておしゃれを楽しみ、休日終わりにオフするのも良いかと思います。ジェルネイルシールを使われたことのない方でも、裏側に使い方が分かりやすく記載されていますので、使ってみたい方はぜひ体験してみてください。次は 3D マスクです。それぞれ7枚入り110円です。私はホワイト、ピンク、ベージュを買いましたが、ブラックもあります。店員さん曰く、お店に出せばすぐに完売してしまうほどの人気の商品なのだそうです。このタイプのマスクを使われたことのある方は、体感されているとは思いますが、立体構造なので呼吸がしやすいですし、リップもつきにくいです。私はこのタイプのマスクを使い始めてから、もう以前使っていたものには戻れずに、今ではこのタイプのマスクばかり使っています。使ってみるとフィット感があり、横も隙間なく覆っているのがわかります。しかも4層構造で、もちろん 99% カットフィルター採用なので、
すぐに品切れるのも納得です。今は大型店でも見かけることはないですが、見つけた時はラッキーだと思いますので、使ってみたい方はぜひお試しされてみると良いかと思います。次はセリアさんのカヌレ型キャンドルです。それぞれ110円です。カヌレをモチーフにしたキャンドルはネットでも販売されているほどで、カヌレ型のシリコーンモールドを使って作る方もおられるほどの人気です。セリアさんにも2色のキャンドルを販売しているので買ってみました。サイズは縦、横、奥行きすべて 37mm のすごく小さなカヌレです。以前流行ったボンボンキャンドルと比べると大体の大きさがわかるかと思いますが、本物のカヌレだと一口で食べられそうです。両方ともに香りはしないです。まだ販売されていないお店も多いようですが、気になる方はお店で探してみてください。次はフィルムダイカットシールです。110円です。このようなチューリップやローズなどシンプルに描かれたお花のダイカットシールです。お店でこれを見た時、何かに貼ったら韓国雑貨っぽく見えるかもと思って買って早速貼ってみました。でもこのシールだけでは貼るものによって目立たないので、ダイソーさんで買ったマスキングダイカットシールに重ねて貼っています。シンプルなカラーのものが可愛く仕上がると思います。29辺のシールが2シート、合計58辺ありますので、デコってみたい方はぜひチャレンジしてみてください。次はキャンドゥさんでドアノブを回さずに開け閉めできるドアラクです。日本製で110円です。ドアを押すと開くので、箱などを持って両手が塞がっている時に便利なグッズです。このような形状で裏側はシールで貼るようになっています。貼る場所はドアの受け側のへこみ部分で、対応サイズが高さ 22mm× 幅 12mm× 深さ 7mm 以上になります。付ける方向はドアが開く方向に突起部分が来るように取り付けます。パッケージの裏に記載されていますので、向きを間違えないよう見ながら取り付けることをおすすめします。実際に取り付けてみました。こちらはドア側の飛び出た箇所がローラータイプの場合は使用できないのでご注意ください。またドア側の飛び出た箇所と鍵が一体の場合、鍵がかからなくなります。時々来る宅配の箱で両手が塞がり、ドアを開けるのに少々苦労することがあるので、これから使ってみたいと思います。次はブルーのシックローズです。110円です。オーロラローズが一段落したのか、今度はシックローズが販売され始めています。真っ赤やピンクとはまた違い、このブルーが目を引きます。自宅から通えるキャンドゥさんは1軒しかなく、いつ行っても見ないので、今回はパスするつもりでしたが、家族が職場近くで見つけて自宅にいっぱい飾っているので買ってきてくれました。オーロラローズと並べると見た目が重い感じはしますが、でも存在感がありますので、気になる方はキャンドゥさんで探してみてください。